こんにちは。今日はロッテリアのアプリアバーガーを買ってきました。これもともと世に出るはずではなかった商品みたいなんですけど、テレビ番組の没メニューレストランでロッテリアの没メニュー6つの中から選ばれた商品みたいです。気になる中身は下からレタス、ピクルス、その上にパティが乗っていて、ゴーダとチェダー2種類のナチュラルチーズを乗せて、焼きリンゴとモッツァレラチーズが乗ってます。お値段580円、カロリーが569kcal となってます。全く味の想像ができなくてちょっと不安で、大好きな絶品チーズバーガーとチーズスティックも買ってきました。では早速アップリアバーガーから食べたいと思います。いただきます。パンは結構ふわふわで美味しそう。なんとも不思議なお味。初めて食べる味ですね。新感覚。美味しい。最初初めて食べた味だから口がびっくりしてただけかも。シナモンが効いた甘酸っぱい焼きリンゴとチーズとクルスと、なんかいろんな味が混ざって美味しいです。美味しい。なんか焼きリンゴの食感もいいですね。これは好き嫌いが分かれる商品かもしれないんですけど、私は好きです。おいしい。いやすごい不思議。なんか食べれば食べるほどどんどん好きになっていく、どんどん美味しく感じられる商品でした。次は絶品チーズバーガー食べます。絶品チーズバーガー、絶品って自分で言っちゃってるから、これ美味しいんです。これケチャップ味のチーズバーガーももちろん好きですけど、このロッテリアのチーズバーガーはもうたっぷりの胡椒とチーズと、もうそのまんまの味を楽しめて、もう大好きです。このチーズスティックももうシンプルな味なんですけど、ずっと食べてます。美味しい。もうパティもジューシーだし、私は胡椒とチーズが大好きなんだと思います。ごちそうさまでした。アプリアバーガー食べてよかったです。初めての体験ができました。興味のある方はこちら期間限定、数量限定の商品なので、ぜひロッテリアに行って食べてみてはいかがでしょうか。今日も最後まで見てくれてありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。またね。ロッテリアはね、チキンも美味しいんですよ。